ばんは。こんばんは。こんばんは。そう、インスタね、インスタ更新したので、ツイッターも更新したので、コメントといいねよろしくお願いします。柏木選手とはお話ししていません。うちらがスタンバイするときにはもういなかったので出会ってないですね。川川に行ってきました。赤ワニのかき氷はいつ食べてもうまいです。コメントといいねよろしくお願いします。そう、ルカね、好き嫌い多いからイチゴぐらいしか食べれないんですよね。メロンも嫌いです。シャインマスカットは好きだよ。なんかね、今日FM 岐阜のまあ公開録音に参加したんですけど、あのね、みんな見てくれたかな、 NHK で放送されたあのスポジカラっていう番組にルカがまあ応援隊長としてゲスト出演したんですけど、その時に出てくれた YouTube をやってるその FC 岐阜が好きなその子供がそう YouTube をやってるっていう風に紹介されてたんだけど、その子が今日ねいてね、そう最近なんかね、その放送後からルカ結構スタジアムでいるかなーって見るんだけど、やっぱ人が多いから見つけられなくて、そうで生きてるのかどうか分かんないんだけど、そう頑張って見つけようって思うんだけど、いつもね分かんなくて、そうでも今日やっと
そう、出会えて、そう、手ね、振ったらね、振り返してくれて、そう、なんか認知された気分ですごく嬉しかった。そう。キッズ YouTuber、そう。そう、うちらのね、グッズもね、ちゃんとゲットしてくれてて、T シャツも。そう。本当に FC 棋風が、選手とかが好きなのかなと思ったら、うちらのね、グッズまでちゃんと身につけてくれてて、嬉しかったです。本当はね、写真一緒に撮りたかったんだけどね、普通に、無理だったので。ね、いつか機会があったら一緒に写真撮りたかったけど、そう、でも本当に出会えてよかったです。でも弟が、あれ弟なのかな、そう、弟いること知らなかったから、そう、家族みんなでね、来てたみたいで、出会えてよかったです。皆さんもぜひ YouTube 見てみてください。放送はね、この今日の公開録音した放送は、まあいつになるかまだうちらもわからなかったので、また決まったらお知らせします。なんかね、スタジアム以外でね、こう応援隊の活動するっていうのがあんまりないから、まあ、これを機にね、ちょっといっぱいスタジアム以外でもね、応援隊の活動ができるように、うちらも頑張ります。他は YouTube しないですよ。ごめんなさい、充電があと20%になっちゃいました。充電20%になった。あと20%しかない。でもさ、29%ぐらいから始めたんだけどさ、意外と減りが早いな。日に日に可愛くなっていくねって。ありがとうございます。でも本当になんかみんなが可愛い可愛いってくれるから、その可愛いレルカは可愛くなれるんですよ。そう。だから本当にみんなのその言葉のおかげで日に日に可愛くなってるんです。ありがとうございます。
あと5分ね。5分はさすがに持つだろう。 20% でも。の通りすがりの女性が一眼見て可愛いって口に出してた。本当嬉しいね。なんか見た目が優しくなった。え、なに、え、今までなんか、え、そんな優しくなさそうだった。あるか、そうでしょ、そんなことないでしょ。なるかいかつくないよ。今年は日焼けしてないのかな、ちょっとわかんない。でも全然日焼け止め塗ってないです。そう、嫌いだから。この前ロケでなんかちょっと曇りっぽい感じだったから、しかも周りがみんな塗ってたから、なんか塗った方がいいかなと思って、ちょっと自分も塗ってみたんだけど、やっぱベタベタするし、なんかすごい嫌な気持ちになるのね。だったらやめようと思って塗らないっていうことを決意しました。でもその分ケアはちゃんとしてるし、はい。でもシミになるっていいよね、何十年後かに。なんかスプレータイプとかはよくするけど、うん。そもそもさ、なんか外出ない。ルカはその日焼けして、皮がめくれるとかさ、ヒリヒリするとかそういうのないんだよね。もう吸収しちゃうタイプ。もう次の日にはもう黒くなってるみたいな感じだから。先日のビタミン剤はどうですか？なんだ、多少なんか顔色は明るくなったかなってルカは思う。でもちょっと白くなりたすぎて、書いてあるのが確か1回3、1錠から3錠までみたいなっていうのを書いてあったから、ルカ朝昼晩3錠ずつ飲んでたんだけど、それはなんか取りすぎみたいで、なんか違ったから、2錠ずつにしました。朝昼晩2錠ずつ飲むように、最近は変えました。まあこれからも効果見つつって感じですね。ちょっと多分充電がなくなりそうなので、15分経ったし、今日はここまでにしたいと思います。ちょっと配信やるときはもうちょっと充電してからやりたいと思います。でもほんと充電がなくなりそう。携帯が熱いです。
では皆さん、今日も配信を見てくれてありがとうございました。また明日もやると思うので待っててください。みんなおやすみなさい。ありがとね。バイバーイ。